最初、野見選手の公開練習を始めたいと思います。それでは野見選手よろしくお願いします。スタートでお願いします。それでは準備できましたので、もみ選手の質疑応答に移りたいと思います。それではご質問ある方挙手お願いします。じゃあ改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、先月26日の誕生日、はい、まずはおめでとうございます。 ありがとうございます。また一つ年を取りました。37歳になって何か変わったことってありますか？はい、そうですね、年が1個増えて私の動きが少し鈍くなったぐらいですかね。冗談はさておき、はい、37歳になっても進化してる部分ってのは日々の練習で感じてるところはあるじゃないですか？あ、はい、もちろんあります。具体的にどの辺ですか？そうですね、やっぱりね、去年の決勝で全くその自分の戦いができずに終わってしまったんで、そこからもう誰とやっても自分の戦いができなきゃいけないっていうのはもう考えていて、なんでそのための練習をしてきました。じゃあもう今回のタイトルマッチも最初から最後までも自分のスタイルをもう前面に押し出すようなことを考えてるってことですかね？そうですね、はい。で今回ね、挑戦者の宮崎小雪選手も本当に最強のチャレンジャーと言っていいと思うんですけどもこういった挑戦者を迎え撃つ立場としてこう試合がこうどんどん近づいていってる今ってのはどんな心境になってますか？そうですね、全然、キャリアは少ないんですけど全く油断できる相手じゃないんで、私より速いし上手いじゃないですかなんでなんかそのスピードについていくのが楽しみだなっていう思いがいっぱいですね今は。でも相手の方が速いし上手いじゃないですかと言いつつ、でも私は私で上回ってる部分があるって自負があるからこそそういった発言できるんですよね？そうですね、上回ってるものは年齢しかりいろいろあります年齢以外で上回ってる部分を教えていただけますか？もうあれですね、社会の理不尽に耐え抜いた37歳というこの成長過程ですかね。やっぱあちらはまだ18歳かな、はい、18歳なんで、はい、まだね社会に出てないんですよ、はい、だその分やっぱああいう強気なまっすぐさってね、キラキラしたものがあるじゃないですか。もうこの私のねキラキラしたものが一切ない、このね年齢に応じたファイト3分5ラウンドたっぷりも見せたいと思ってるんで、はい、
そこ楽しみにしててください。宮崎選手はもう勝てば、はい、今月までは高校生ということで、はい、もう現役の JK ファイターとしてチャンピオンになりたいということを発言してますけども、うん、はい、やっぱそれは阻止するっていうことですね。まあ、阻止っていうか、まあ、残念でしたとしか言いようがないですね、はい、残念ながら叶わないから、まあ、もう一回入学し直してもいいかもしれないですね、はい、高校に再入学、でも再入学したらまたチャンス3年増えるんで、はい、そういう考えもあるよっていうのを伝えておいてください。今日昼間たまたま宮崎選手のこのズームインタビューやる機会あったんですけども、はい、その時記憶に残ってる発言で、もみ選手が得意なアウトボクシングでリングを最大限に広く使って戦ってきたらどうしますかって言ったら、その距離を潰して勝ちますっていうことを言ってたんですけども、そういった発言を聞いたらどんなふうに感じますか？そうですね、まあ、3分5ラウンドあるんで、まあ、ずっとアウトボクシングではないと思うし、ずっと向こうも詰め続けるわけじゃないと思うし、だそこの流れっていうのは本当私もどう相手が来るかっていうのも全然想像できないんで、まあ、本当どんどん後半になりにつれいろいろ複雑な、ね、相手がどう行くのかとか自分が行くのかっていうのがどんどん出てくると思うんで、うん、あれ質問なんでしたっけ質問なんでしたっけ向こうが距離潰してっていうことを言ってることに対してどう思ってるかってことですか？うん、そうですね、全然潰しに来ていいですもん、いつでも潰しに来ていいです、はい、それに対しての策ももちろんあるし、うん、こっちもいろいろやることはあるんで。わかりました、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他ご質問ある方挙手お願いします。ライズのベルトの防衛ということですけど、はい、このベルトを持ってる間に成し遂げておきたいこととかっていうのは見えてますか？防衛ロードっていうのはどれぐらいまで行きたいとかって思ってますか？まあ、正直そんな何回も防衛したいとかそういった目標はないんですけど、ベルトを持ってるうちは、まあ、この階級で一番強くありたいと思ってるんで、うん、そこはまあ、うん、防衛したらまたもっと強い相手とっていうのをずっとやっていきたいっていうのは思ってます。最近ですと日本人の相手が結構多いじゃないですか、はい、この若い挑戦者っていうのを下した後っていうのはどういうふうなことを見せてたりとかしますか？何か世界の切符を手に入れるみたいなことを話すと思いますけど、いかがですか？まあ、日本人でやってない選手っていうのはまあまあ日本全体でいうと結構いるんで、うん、まあ、すぐその世界行ったからじゃあもっと強いのかっていうのはまだ分かんないし、うん、まずその日本人で最強って言われるぐらいにはなりたいとは思ってます。では今回の試合では、はい、まあ、その若い挑戦者に差をつけて勝つっていうところがご自身のなんかテーマっていう感じになるんですかね？正直差はないと思ってます、うん、正直ね差はないんですよ本当、うん、実力とかそういうのは上回るポイントといえばどこになると思いますか？うん、はい、やっぱ戦ってきた修羅場の数とかですか？そうですね、まあ、やっぱり経験値にはなってくるとは思うんですけど、うん、やっぱその何十戦も多くやってる分もちろんもうリングにの上で戦った時間っていうのは私の方がダントツで多いので、うん、それはなんて言うんだろう、向こうにはまだ経験してない部分だと思うんで、うん、5ラウンドももちろん向こう初めてだと思うんで、うん、そういった部分でも、うん、差はあるとは思っています。そういう部分でファンの皆さんに王者としてどのような試合を見せたいかっていうのはありますか？はい、何かその、まあ、コロナっていうこともありますけど、うん、伝えたいメッセージとか、はい、リングの上で何を見せていきたいですかね？そうですね、うん、なんか私が圧倒的な強さを見せるっていうのは正直、ね、試合で全然できていないんで、うん、圧倒的に強い自分を見せるとかは正直今言えないんですけど、うん、私にしかできない戦い方動き方っていうのはあるので、それしかも今回ライズのメインイベントっていうのを抜擢していただいたんで、それに恥ずかしくない試合を絶対しますっていうのは約束します。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他ご質問ある方。はい、熊久保です。お願いします。はい、お願いします。あの
まああのまあ、その若い選手、若い選手って言われるんですけども、はい、あのなんですかね、こう出る悔いが出る前に打ってやろうっていうような気持ちもありますか、ね、はい、まあ多少あるんですけど、もう悔い出てますね。もう出てますか。もう悔いが出てますね。なんでそれをちょっと削って削ってちょっと慣らすしかないんで、はい、それはまあ綺麗に削っていきたいと思います。5ラウンドかけて。宮崎選手 の、まあ、あのテクニックなんですけども、はい、やっぱりその、まあ、非常にあのこのキャリアにしてはあのとんでもないテクニック持ってると思うんですが、うん、それに対してこう私のベテランの方がよりこうあの分かってるわよっていうような、そういうような自信もありますか。そうですね、やっぱスピードだったりとかあのタイミングとかもすごいレベルが高いと思うんですけど、その5ラウンド戦っていく中の心理戦だったりとか、まあ、嫌がらせとか、ね、ちょっとグレーゾーンなこともするかもしれませんし、なんかそういったなんだろうな、大人の汚い部分っていうのは私の方が存分に見せれるんで、うん、そういうところをチク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 見せ続けたいと思います。やっぱりあれですか、ずるさっていうのは出したいですか。まあまあずるさがないとちょっとね、あの私も難しい部分があるんで、うんうん、勝つためには、うん、リングとルールを使って最大限のことはします。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。他ご質問ある方よろしいですかね。はい、大丈夫です。かしこまりました。ではこれにて、もみ選手の質疑応答を終了し、公開練習を終了したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。